どうも、のちんTVです。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画はサジタリウス杯チャンピオンズミーティング最強ウマ娘ランキングやっていきたいと思います。で、今回の動画では、最新のねガチャできているファインモーション、こちらについてもどのくらいの強さがあるのかというのをランキング付けしていますので、よければ動画を最後まで見てみてください。はい、でまず初めになんですけども、今回ティア表をランキングとして出すんですが、表に載っていないウマ娘でも勝てるウマ娘というのはいっぱいいます。で、それはですね、一応客室改造したり、あとはね金スキル取得したり、まあ適性を上げていったりすれば、どのウマ娘でも勝てるっていうのがやはりこの育成ゲームです。特にサポートカードでね、いろいろスキルをつけることができるので、そこはねもう皆さんの育成次第というところもあります。はい、でまずは今回サジタリウス祭の客室ベース強さ、こちらをまず暫定的に、まあ、軽くね触れていくんですけども、まず今回サジタリウス祭有馬記念の条件なんですけども、追い込み馬娘がトップメーターに君臨しております。なんでまずは追い込み勢が非常に強いというのがルーンマッチをやっていても分かると思います。でそこに、割り込んでくるのが先行馬娘です。先行馬娘は先行の客室が強いというよりは、その先行で強いキャラクターがいるという感じにもなっております。で、時点に逃げが出てきて、逃げの場合は、勝つ馬娘、ルームマッチでも見ていると、結構仕上げている、かなり仕上げている馬娘、逃げの場合、勝つかなというところがあります。で、今回、差し馬娘なんですけど、差し馬娘もルームマッチやっていると、まあ別に勝てないわけではありません。ただし、追い込みの方がやはり直線域があって有利ではあるので、まず総数が追い込みの方が多いです。差しで勝てる馬娘っていうのは、例えばドーベルだったり、あとは差しマンハッタンカフェとかね、そこら辺の馬娘がちょっと目立つかなというふうに思います。ということで、今回のサジタリウス祭最強馬娘ランキングいきたいと思います。その中でもね強いキャラクターを解説していきます。はい、でまずはこちらランキングティア表なんですけども、こちら前回も引き継いでやっていて、ちょっと見やすくしたバージョンになります。で、ここまずはねざっくり解説すると、今回今言った追い込み勢、ここ追い込みマンハッタンカフェ含めなんですけども、まず追い込みがトップメタに君臨していて、この3キャラが強いです。成田大神、マンハッタンカフェ、ゴールドシップ、この3体そのこの3人はね非常に強い、固有や、スキルを持っているので強いです。で、ここが追い込みです。で、この表の見方なんですけども、もう一つここが、次ね3番目に強いという、まあ逃げの客室です。こういう風に見ると逃げの客室になります。こちらがセイウンスカイ水木丸善介で、琵琶早秀のクリスマスバージョンも逃げ育成というのがあって、まあ、そこら辺は結構ね勝ち筋があるという感じです。で、あとはねこういう風に見るっていうこの表のまず見方なんですけども、先行勢、まずはクリスマスオグリキャップ、これは出た時の出てすぐの解説でも言いましたが非常に強いです。強いということは前も解説済みなんですけども、この位置に君臨しております。まず先行で1人飛び抜けている。で、ここにクリスマスビアハヤヒレ、中盤の速度固有、そして、危険の締め持ちのマック、先行から逃げの客室化することによっても勝ち筋があるという馬娘です。で、ここの先行勢に、ファインモーションとかが入ってくるので、後から次の表で説明します。で、サシは一応さっきも言った通りドーベルやサシカフェや、まあ、他のサシの客室こって、ルドルフとかでもいいんですけど、そこら辺がまあ一応勝ち筋はある。なんで推しだったらねドーベル勝たせることも結構できるかなという感じです。で、最後に、追い込みの魔改造全般です。まあ追い込み帝王とかね、そこら辺はここに入ります。で、この追い込み勢の改造系が下にいるっていう位置なんですけども、やはりこのね追い込みの素の、まあマンハッタンカフェは改造ですけど、ここら辺が非常に強力な固有を持ってます。中盤の速度アップ、この2人中盤位置取り上げ、これが非常に強い。そして大神は迫る影が強いというふうに、ここら辺のスキルが強い追い込み勢がいるので、魔改造系のランクはちょっとだけ下がっているという感じです。はい、ということで次にですね、ファインモーション入りのランキング、こちら見ていきます。ドドン。はい、で、このようにちょっと見やすくしました。先ほども解説した通り、まずは追い込みの3人、中盤の位置を上げれる、カフェとゴールシー、ここがまず強い。そして迫る影を持っている成田大神も非常に勝ちます。そして、クリスマスオグリ、これも非常に強い馬娘で、 SS ランクはこの4人となります。で、さっきの表の見方的に見てもらうと、このね
クリスマスビアハヤヒデからが先行です。でこれが先行馬娘ね、一応ここの表でいうこの枠が先行馬娘なんですけども、ここちょっとねファインモーション含めて解説していきます。でこの先行勢なんですが、まあ、クリスマスオグリはね本当にそのハイブリッドの加速で接続もできて非常に強いんですけども、そこからまあ押しだとねビワハヤヒデを今回勝たせるチャンスでもあります。なんで推しの方はビワハヤヒデ、そしてファインモーションメジロマックイーンとかもね勝ち筋があるんで育成ありかなという感じなんですが、この解説で言うとまずビワハヤヒデは育成中のイベントで冬馬娘を取れます。まあ、そこの点でこうねちょっとね上にこうランクを段階的に表示してるんですけども、その冬がまず取れるっていうのが非常に強いです。でもう一個あとは中盤押し上げ固有なんで、これはビワハヤヒデとファインモーション両者に、共通することなんですけども、中盤の一上げ固有で逃げまで追い抜いていくというシチュエーションが多数見られます。これはクリスマスオグリ出していても見られるんですけども、先行勢が逃げまでも追い抜いてそこから、かなりリードを広げて勝っていくという手があります。なんでここで先行勢はちょっとね、まあ、いい位置にいるんですが、ここで中盤固有があるファインモーションとビワハヤヒデに関してはここでさらにねそのグッチュみたいな水着丸前スキーみたく中盤上げれるという固有を持ってる点で強いです。でファインモーションについては成長率も強いんですけども、まあ、そういうところからこういう位置取りになります。冬の分だけここね、ビワの方がちょっと上っていう感じです。ほぼね固有の、まあ、効果量は同じですし、まあ、使い道というか使い勝手も同じなので、まあ、このビワハヤヒデとファインモーションは大体同じぐらいの強さっていう風な印象です。でマックもまあ育成でその中盤持ったりしてね、で最後危険の使命が自前なのでその速度分は強かったりするので、マックエンに関してもそのねスキルの取得、まあ、アンスキ型にするのかとか中盤盛るのかとか、あとは最後はねその危険の使命は速度で非常に強いので、ここで勝ち筋もあるという感じです。これが先行勢の解説となってます。なんでファインモーションはねこの位置にあります。でファインモーションの解説としてはもう一個、別のパターンというのがあって、こちらも一応ね暫定的に解説します。でさっき言っていた表のファインモーションは先行での解説をいたしました。でそのフェアリーテイルという固有なんですけども、この固有が中盤のね、速度ね半分の 50% の位置から速度で上がっていって逃げまで抜くっていうシチュエーションがあるっていうのが先行です。でここで参考で示しているこれは追い込みファインモーションです。これも一応ワンチャンあるというね違った方の育成になってるんで、ここで少し紹介いたします。で今回これ参考レースのスクショなんですけども、この5番のファインモーションは追い込みの客室です。でここで一応ねちょっと画像がこう被っていたりちっちゃかったりするのでちょっと見えないかもしれませんが、ファインモーションはこの黄色の位置にいます。この5番ね、5番が一応この7の裏にいます。でこういう位置取りっていうのが今回のサジタリウス祭でも普通にあったりするので、ここ注目してほしいのが追い込みでファインモーションを出走させているのに、これねフェアリーテイルが出ます。この固有を出すことができる、そうなってくると普通に中盤の位置を上げれる、追い込みの馬娘ってなるので非常に強いという風な使い方ができます。まあこれはちょっとねマンハッタンカフェにもちょっと似ているって感じなんですけども、まあ、まず改めて言うとゴルシは9番手でも、固有が出ます。これね9位でも固有が出る、だから不沈感ここで出てますよね。でマンハッタンカフェは、6位から、出ます。なんであちょっとこれ間違ってたらすいませんが、9では出ないのでここから上がっていく必要があります。でファインモーションの場合4から出ます。これ道中の順位ですね。なんでここで 1,2,3,4 番目にいるファインモーションはここでフェアリーテイルを出せるという感じになっております。ちょっとこの番手、マンハッタンカフェちょっと忘れしちゃったかもしれないんで、まああれなんですけども、そこから中盤押し上げていけるファインモーション追い込み運用もあるということを言っています。まあちょっと賢さとか上げたり道中上がれるようにしないと出せないので、まあ道中も前に行ける型の追い込みにする、そして直線域を積むということで勝ち筋があるということを言っています。であと言いたいのはファインモーションの固有スキル自体が 50% 以降なので、例えばですがレースのここら辺でね後々4番ぐらいに上がるっていう使い方があります。この位置で例えばこのフェアリーテイルを出したら、まあ、接続にもなってそこから直線一気することもできるというね感じなので、
まあ、これは本当にね、道中追い込みから4番まで前まで上がるっていうことが大事なので、結構まあ難しい育成にはなると思うんですが、こういう使い方があるということを一応ね、説明しております。はい、そんな感じで、まあ、追い込みファインモーションもし作って完成させれた場合は、まあ、ここら辺のティアに入るかなというところです。追い込み改造全般でプラス中盤の速度があるんで、まあ、前に行って発動させることができるゴルシみたいな感じになるので、そこまで仕上げることができればですが、ゴルシのぐらいの強さがあるっていう感じになると思います。まあ、ここまで仕上げたらもっと強いかもしれないんですが、まあ、一応ね、そのね、改造っていうのがあるので大変ではあるので、まあ、一般的にはね、ファインモーションを追い込みにするのは結構大変ではあるということは念頭に置いてください。はい、ということで、ね、ランキングまとめていくと、まあ、追い込み勢の、本家っぽいのが強い、カフェは一応改造ですが、それは、固有が強いからです。金スキルが強いからです。で、オーグルキャップはこれもね、常々言ってるんですが非常に強いです。これも仕上げるのが難しいって言われたりするんですが、結構私の最近の研究ではスタミナ少なく済んだりとかいろいろあるのでね、まあ、そういうところが強いです。で、逃げは仕上げる必要があり、ここに一応冬ビア早ヒデが入ってきます。で、先行勢はこんな感じの、ティアになっていて、まあ、ファインビワあたり推しだったら今回勝たせることできるかなという感じです。で、あとはね、推しキャラ勝たせたい人はもう追い込み魔改造っていうのが、まあ、どのキャラにも、追い込みがね、適正上げれるものであれば結構いけるかなっていう感じなんで、まあ、結構勝つキャラはね、いろいろなキャラを勝たせるかなということがあります。で、あとまとめで、サッシはドーベルや、カフェとかね、そこら辺もおすすめです。ちょっと勝ちます。なんで、まあ、ただ、ルーマッチやってるとね、本当ね、ゴルシ、カフェ、タイシン、オグリかなり多いです。本当にこの SS ランクっていうのが強さ、みんな強いっていうのも分かっているので、ルーマッチだとこれが多いんですけども、本番になるとまたね、ルームマとは違う環境になるので、皆さんも、勝たせたい娘育成頑張っていきましょう。私もですね、一応ね、まあ、これちょっと時間ないんだけど、うららちゃん出してってなってるんで、ちょっと生放送とかでうららちゃんのを頑張ってみるかもしれません。長距離を上げるうららちゃん育成頑張っていきたいと思いますので、よければね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になればと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。